皆さんこんにちは、加藤の YouTube の加藤優です。はい、皆さんもうすぐ秋ですね。秋っていうことで涼しくなってくるので、もうキャンプに行きたいということで、本日の動画はキャンプ用、秋キャンプ用の洋服を買いに行ってみたいと思います。それでどこに買いに行くかと言いますと、もうずっと最近人気のワークマンプラスに行ってみたいと思います。今回、買いすぎないように私自身に縛りを設けたいと思い、今回の予算はこちら、2万円以内に必ず収めたいと思います。ゆきちさん2人分以上は絶対に買わないと心に決めて、ワークマンプラスに向かいたいと思います。それでは行ってきます。はい、ただいまです。今ワークマンプラスから帰ってきました。見てください、これいっぱい買っちゃいました。おー、めちゃめちゃ買っちゃいましたね。ということで早速今から着ていきたいと思います。今買ってきた洋服着てみました。どうですか？めちゃめちゃ可愛くないですか？いや、もうめちゃめちゃ可愛すぎてちょっと思ったより買っちゃったんですけど、まずこのワンセット目なんですけど、上着、アウターとこのボーダーのニットがすごい可愛いなと思って探してたんですけど、あったんで良かったです。あとはこれね、頭につけてるバンドなんですけど、結構その秋とか、夜すごい寒いのでキャンプに行くとですね、なのでこの耳までこういう風に守ってくれる防寒具があるとすごい役立つんですよね。はい、なのでこうちょっとリボンっぽくなってて可愛いし、で私今髪の毛ピンクで明るいので、こう帽子をかぶるよりはこの髪の毛のピンク色を見せつつおしゃれをしたいなっていうのもあって、この耳まで隠れるバンドですね、後ろまでこういう感じでなってるんですけど、買いました。めちゃめちゃ可愛いですね。洋服の色にも少し合わせた色にしてみました。はい、あとは、ズボンもですね、裏起毛で、スキニーみたいにピチッとしてるんですけど裏起毛なのでめちゃめちゃあったかいです。はい、なのでこうスタイリッシュにも着れるけどあったかいので、まあこの秋とか寒くなってきた季節にものすごく役立つんじゃないかなと思います。私が行くキャンプの場所って大体標高が高いので本当に朝とか夜は本当に寒いんですよ。秋とかだともう10度普通に切ってくると思うので、もう冬ですよね。そうだから、まあそういう時にね、足やっぱ寒いと結構きついので、防寒具としてこのおしゃれだけれども防寒もできるこのスキニーですね。いや、そうスキニーと、あとこの靴下もねすごい可愛くてね、クシュクシュって履いてるんですけど、でこういう風に重ねて履くとすごいあったかいですね。あと靴はこれ私が好きな YouTuber さんの斉藤夫婦っていうキャンプの動画を、上げられてる YouTuber さんがいらっしゃるんですけど、その斉藤夫婦さんたちが、プロデュースというか色とか、
プロデュースした靴探してたのがありました。これこれこれ、はい、かわいいかわいい、すっごくかわいいんですけど、これあの中が起毛になってて、またこれも暖かいんですよ。すごいよね。そう、履いてみても実際暖かいし、あと履き心地すごい柔らかい、柔らかいです。そう、柔らかいし、でまさかのこれめちゃめちゃ防水なんです。で上からバシャバシャバシャってこう水をかけてもう全部撥水する感じ。さすがあのアウトドアし、あの仕様にですね、作られております。であともう一個いいところは、もうすごい適当に履いても大丈夫っていうところで、ここ潰しても履けるような仕様になってます。そう、だからここがね汚れてもいいように茶色くしたんで、すごいよね、考えられてますよね。そうそうそう、こうやって適当に履いてもいいし、潰してもまたピュッと戻ってくるのがまたいいですよね。はい、あとはここカチャッと、ここが外れるので、あの履きやすいですし、スリッポンで履くときとかはここでキュッとサイズ変更できるので、あのズボって抜けたり足が抜けたりせず履けるような仕様にもなってます。はい、めちゃめちゃちょうどいい色だし、でなんせ軽い、軽いの、めっちゃ軽いですよ、ウェーっていうぐらい軽いのでいやー、売り切れてなくてよかったです。これ買えてよかったということで、ワークマンプラスで買ってきた1セット目はこれで終わりです。続いて2セット目いってみましょう。2着目、このピンクスカートスタイルです。かわいいめちゃめちゃかわいいなと思って、もう組み合わせ考えるのが本当にもう楽しかったですね。ワークマンプラス、こんななんかかわいいピンク色の長袖、これもちょっとね起毛があってあったかいなっていう感じですね。はい、やっぱキャンプ行く時って、まあ、大体1泊とか2泊とかこう泊まりで行くことも多いので、なるべく着替えとかも減らしたいじゃないですか、荷物を、荷物を減らしたいので、ちょっと着回しできるようなコーデを考えてみました。なのでこの上着ですね、この上着と、合うようなコーデを2つとも選んでみたんですね。いやもうほんと楽しいな、組み合わせが。でこのバンドの色とも合うようにとか、ちょっといろいろ考えてコーディネートを、2セット分ねしてみました。下のスカート、緑のスカートなんですけど、これもすごいしっかりした生地で、なんせポケットがね多い、アウトドア仕様になってるなっていう感じがしますね。でウエストもめちゃめちゃ調整が効くので、こう上着、厚手のものをこうインしても、あの全然問題ないぐらい余裕があります。はい、では全部着てみました。いかがだったでしょうか。ではですね、ここで本日いくらでこう通行で作ってきたのかっていうところを発表したいと思います。
11,583円のお買い上げでした。8,117円も余りました。今日はゆきじくん2人で2万円以内でお買い物を収めるという約束を自分にしてワークマンプラスに向かったんですけれども、11,583円、今のトータルコーデです。2セット、上から下まで、安っ。で、機能もめちゃめちゃいいから、安いからってこう物が安っぽいわけじゃないんですよね。生地もしっかりしてるし、こう裏起毛もあって、こう寒い時期のことも考えられてるし、何よりね、こういったこうデザイン性がいいものもたくさんあるから、これもう最高すぎるよね。で、ワークマン女子っていうの最近流行ってますけど、あの流行る理由が本当にわかります。だって可愛いもん、本当に可愛い。だからキャンプ行くのまたすごく楽しくなるし、こう着回ししながら今日は何着てこうかなとかね、考えながら行けるから、やだ、すごい楽しかった。あー、安いし可愛いし最高です。ワークマンさん、ありがとうございます。本日はワークマンプラスさんに行ってお買い物をしてまいりました。で、ものすごくこう低価格だけどおしゃれで機能性のいいものをたくさん買うことができました。もう最高です。ソロキャンプ動画なんかもね、また上げていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん今後も、チャンネル登録していただいて、動画の方チェックよろしくお願いいたします。先日 DOD のチーズタープを一人で設営してみたっていう動画も撮ってるので、そちらも合わせてぜひご覧ください。本日のコーディネートの詳細につきましては概要欄の方に記載しておきますので、合わせてチェックしてみてください。本日の動画、コーディネートいいなと思ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価もよろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。